ガブリエラ・ダブロウスキーは、カナダ・オタワ出身の女子プロテニス選手。2017年の全仏オープンと2018年の全豪オープン混合ダブルスで優勝した。これまでに WTA ツアーでダブルス9勝を挙げている。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス164位、ダブルス7位。7歳からテニスを始める。ジュニア時代は2010年、全豪オープンジュニア女子ダブルスで、ティメア・バボシュと組んで、準優勝している。2011年に、プロに転向。ダブロウスキーは、シングルスはあまり得意ではなく、まだ4大大会の予選を突破したことはない。ダブルスを中心に活動している。2014年8月のワシントン DC 大会で、青山信子と組んで優勝し、WTA ツアー初タイトルを獲得した。2016年、リオ五輪で初めてのオリンピックに出場した。ウージニー・ブシャールと組女子ダブルスに出場、2回戦でチェコのルーシー・サファロバ&バルボラ・ストリコバ組に7から6、2から6、4から6で敗れた。2017年4月のマイアミ大会では、ジョ・イチマンとのペアで決勝に進出した。決勝で、サニア・ミルザ&バルボラ・ストリコバ組を 6-4、6-3 で破り、プレミアマンダトリーの大会で優勝した。2017年全仏オープンでは、ロハン・ボパンナと組んだ混合ダブルスで決勝に進出した。アンナ・レナ・グローネフェルト&ロベルト・ファラ組を 2-6、6-2、12-10 で破り優勝し初の4大大会ダブルスタイトルを獲得した。2018年全豪オープンではマテパビッチとのペアで混合ダブルスの決勝に進出した。決勝ではティメア・バボシュ&ロハン・ボパンナ組を 2-6、6-4、11-9 で破り混合ダブルス2勝目を挙げた。ありがとうございます。